世界糖尿病デーの11月14日火曜日朝6時45分の日本海はとても綺麗な面の綺麗なうねりが入ってきて、ミドル付近から割れてますね。十分乗れますね。あ、けあらしかな。ちょっと海の上に湯気のようなけあらしが見えないこともないですね。ありますね。こちらオフショアで、そよ風程度のオフショアでミドル付近というよりややインサイド気味にいつものところでダンパー気味に割れてますね。こっちもセット間隔かなり長くて、待てばこうやって、これが今最大のセットですかね。かなりワイドなうねりが入ってきますね。右側ちょっと厳しいかな、例によって。入るとしたら左でしょうね。右でも粘れば乗れないことはないかもしれませんね。気温6度ぐらいしかないですね。風はかすかなオフショア、右側はそよ風程度のオフショアが吹いています。あ、今ちょっとオフショアがしっかり吹き始めました。今日終日どうですかね。干潟はこんな感じです。